皆さん、今日も、吉岡茂美音楽史心の旅をご視聴いただきましてありがとうございます。さて、前回は、この吉岡茂美作曲古典を始めましたという話をしたんですけれども、その後ですね、あの時どんな歌を歌ったんだろうと思って一生懸命そのプログラムを探してみました。出てきました。そうしましたら、私驚いたことに、今でも私が歌ってる茨城さんの歌があるんですけども、その中でも私が一番綺麗だった時、これ1978年なんですけども、その時にもう作曲して歌ってるんですね。それと私を束ねないで、新川和恵さんのこの詩もこの時に作曲して歌ってるんですね。ちょっと驚いちゃいました。今もずっと歌ってるもんですから、いつもいつも私にとって新鮮な歌なんですけれども、なんと1978年に作曲して歌っていました。もう考えられないくらい大昔ですね。40何年前だと思います。それで私はいろいろな詩人の詩をこう見た時に、わ、この私を束ねないでと、私が一番綺麗だった時ぜひ作曲したいと、そういうふうに思ったのは覚えてます。それで多分新川和恵さんにもご連絡し、茨城のり子さんにもご連絡して作曲させてくださいってお願いしたんだと思うんですね。それで私を束ねないでは、なんか後からお伺いすると、新川和恵さんが30代の時に、それも30代の終わりに頃にお作りになったっていう話を伺いました。それを私はなんと、20代後半で作ってしまったわけで、全く大変申し訳なかったっていう感じなんですけれども、なんかその詩から現れてくるこうみずみずしい感性が何とも言えなくって、その頃私はこう結構張り切ってましたから、そうだ、男も女もそれから子供も大人も、もう人はみんな束ねられちゃいけないんだ、自由じゃなきゃいけないんだという気持ちをですね、この詩に思いを重ねて歌ってたという、そういう記憶があります。で新川さんは何度も私の、コンサートに、ゲストで出てくださいましたし、他のところでのステージもご一緒させていただきました。それからなんとその朝日カルチャーセンターのあなたも私もシンガーソングライターっていう講座でしょうか、そこでもご一緒させていただきました。それで例えば私が CD を出しましたとか、いろんなご案内を差し上げると、本当に美しい字でお礼の言葉が届いて、本当にいつもいつも本当に恐縮したという思いでいっぱいでした。それで茨城のり子さんなんですけれども、茨城のり子さんの詩は私にとってバイブルのようなもので、私は茨城のり子さんの詩から生きる姿勢をいつもいつも学んできました。それで茨城さんのこの 2回目の音楽詩集のところではですね、茨城のり子詩集というのをやってるんですね。これが1979年ですから、先ほど見せたこのチラシの次の年にはなんと茨城のり子詩集をやってます。ですからもう私はこの時に自分の感受性くらいっていうのも取り上げてて、これは多分曲今もつけてませんので、つけてないけれども、なんか自分の感性は自分で守れ、自分のことは自分でというような、その茨城さんのメッセージに非常にこう共鳴したから、この詩をここで朗読したんだと思います。それで私がいつもグラグラしていると茨城さんの詩にこう背中を押されるみたいなところがあるんですけれども、私は茨城のり子さんに、初めてお電話した時のことを覚えてます。もうドキドキでした。とにかく、どうしたらいいかと思うくらいで、すいません、カクカクシカジカ吉岡と申しますが、茨城のり子さんの詩に作曲させていただきたいんですっていうふうにお電話で申し上げたら、はあ、いいわよ、じゃあうちにいらっしゃいよって言われまして、そしてなんと茨城さんのお家にお邪魔して、それからあの時はカニサラダだったでしょうか、手作り のお料理もご馳走になって、もう本当に夢を見ているようなひとときを過ごさせていただきました。それから茨城さんとは一緒にお食事をしたり、
新宿とか吉祥寺でですねからちょっと飲んだりもしました。そして韓国にいらしているいろいろなお話とかもしていただいて、ちょうどその頃お連れ合いが亡くなってちょっとした頃だったんじゃないかと思うんですね。そして茨木さんは私が結婚した時もそのパーティーに来てくださって、出婚歌を書こうとか思ったけど間に合わなかったのよとおっしゃって、いや今思えばいつでもいいですから出婚歌書いてくださいってお願いしておけばよかったななんて思ってます。そういうふうにして茨木さんとは親しくさせていただいたんですけど、どういうわけか茨木さんは絶対私のコンサートのゲストには一回も出てくださいませんでした。やっぱりそれも茨木さんの一つの彼女の姿勢だったんじゃないかなと思うんですけれど、とにかく私が弱々しくなった時とか、それからもうどうしようと迷っている時、茨木さんの詩はもう私の生き方の舵を取ってくれたというとても重要な詩でした。そして私が一番綺麗だった時は今も歌ってるんですが、世界でコンサートどこ行ってもこの歌は歌うんですが、アメリカで歌った時はやっぱりアメリカは自分の国では戦争をしないけれども、よそで戦争してますから肉親を失った方たちもたくさんいるんですね。でコンサートした時に本当にもう泣いて、観客の方が泣いて、そしてもう私 もう胸いっぱいになったことを思い出します。で必ず海外でする時はその国で信じられる、本当に信じられる方にその国の言葉で訳していただいて、ネイティブの方に朗読していただくっていう方法を取ってるんですけれども、どこの国に行っても私が一番綺麗だった時は多くの方の共感を呼んでいます。で私の母親は今から1年半前に亡くなりましたが、ちょうど母親の世代が私が一番綺麗だった時、その戦争で青春を失った世代でした。でもちろん母親も大好きだし、その友達たちもものすごくこの詩が大好きだったんですが、その世代の方たちが今だんだんいなくなってしまって、でもその共感をしてくれるっていうことは、誰にでも私が一番美しかった時がある。でこの間東日本大震災があったけれども、町々はガラガラ崩れていってという、本当にその、茨木さんの詩が、その東日本大震災の光景に重なり、本当に何とも言えない思いでした。私は新川和恵さん、それから茨木のり子さんの詩に、一番最初にもう興奮して、曲をつけさせていただきましたけれども、その後も石垣凛さんやら、高良留美子さんの詩に曲をつけさせていただいて、なんとファーストアルバムを、出すことができました。実はこれなんです。吉岡茂美音楽詩集女の歌そして今というこのアルバムでした。それでは次回このアルバムの話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。